おはようございます。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。木下青魚店の娘、お魚娘です。魚屋の娘として生まれ育った私は、幼い頃からいろんな魚と触れ合ってきました。そのため魚にはちょっとうるさいです。このチャンネルでは、魚を釣るのが好き、さばくのが好き、食べるのが好き、とにかく魚が大好きという方に向けて、魚のさばき方から魚にまつわる雑学まで役に立つ動画を配信しています。ホームページでも魚の雑学をブログ配信しているので、興味のある方は下の概要欄からご覧ください。それでは本日の授業を始めていきましょう。このお魚は何でしょう？答えはキハダマグロです。今日の時間割は、1限目基本情報、2限目名前の由来、3限目栄養、4限目目利きポイント、5限目面白情報です。基本情報。分類、スズキ、モク、サバ、カ、マグロ属に属します。仲間には、ミナミマグロ、メバチマグロなどがいます。外見を見ていきましょう。体長は150センチくらい。体色は背が黒く、腹が銀白色。体型は綺麗な防水系。クロマグロより細長い。頭部が小さい。目が大きい。ヒレが黄色。腹びれは折りたたんでいる。に突起がある。味の特徴。熱すると身が締まる。アラが美味しい。酸味がある。程よく柔らかい。あっさりしている。旨味が少ない。残念ながらトロがありません。旬は夏です。代表産地は静岡県、宮城県、宮崎県、高知県、広島県でも馴染みのある魚です。漁法。巻き網。はえ縄漁。巻き網とは、魚の群れが存在する水域で、円状の網を張り巡らせ、船で巻き上げる漁法です。はえ縄漁とは、釣り糸と釣り針をたくさんつけた一本の長い縄を海中に垂らし回収する漁法です。生態。北海道から沖縄県に広く回遊しており、水深
20から100メートルほどの海域に生息しています。活動時間は昼です。中高生で昼間に活動し、夜間に休みます。産卵期は夏です。好きな食べ物、肉食性です。小魚、甲殻類などを食べて生活しています。成長スピードは速いです。1歳で50センチくらい、2歳で80センチくらい、3歳で120センチくらいまで成長します。寿命は長いです。8年ほどです。名前の由来、マグロは目が大きく黒いということからです。肌が黄身のマグロということから、黄肌マグロと呼びます。漢字の由来は肉付きがいい魚ということからです。英語では Yellowfin Tuna です。 Yellowfin はヒレが黄色、 Tuna はマグロという意味。栄養、鉄分豊富な赤身魚です。主な栄養はバイン、ロイシン、イソロイシン、 DHA、EPA、 タウリン、アンセリン、タンパク質、ビタミン A、 ビタミン B 群、ビタミン D、 ビタミン E、 ナイアシン、葉酸、鉄分、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、カリウムです。目利きポイント、目に膨らみがあり澄んでいる、ずんぐり、体が丸い、体色が濃い色、ヒレが潤っている、エラが鮮やかな紅色。尺の目利きポイント、筋か平行か斜めを選びましょう。目利きが難しい魚です。欲わからない
という方は、ぜひご来店ください。店主が詳しく解説します。魚選びをもっと楽しみましょう。面白情報。赤身魚と白身魚。キハダマグロは赤身魚です。赤身魚と白身魚はミオグロビン含有量で決まります。10% 以上が赤身魚。10% 以下が白身魚です。赤身魚は超距離ランナー。白身魚は短距離ランナーです。地方名、全国各地でユニークな名前で呼ばれています。広島県ではキハダマグロが一般的ですね。ビンタと呼んでいる地域もあります。姿形がよく似た魚はメバチマグロです。見分けポイントは背びれです。成長するにつれ名前が変わる出世魚です。キメジ、コキハダ、キハダマグロと変わります。泳ぎ続ける魚。マグロは泳ぎ続ける魚です。その理由は呼吸法にあります。マグロはエラに筋肉がなく、エラ蓋を動かすことができないため、泳ぐことで空気を循環させています。でも安心して、夜は酸欠にならないよう、ゆっくり泳ぎながら眠っています。最後に今日の川柳をご紹介します。目を閉じて聞いてください。常夏で気分高揚、ポキ食らう。もっと面白く詳しい雑学は公式ホームページでご紹介しています。下の概要欄からチェックしてね。この動画が面白かった、役に立ったという方は、いいねとチャンネル登録してね。また次回もお楽しみに。バイバイ。Thank you.